お、いきなりですね。あ、リホコだ。あ、おはよう。おはー。今日も寒いよね。寒いね。あー、まったくだよな。それじゃあ、またね。はいはい。うん、またな。さて、教室に行くか。うん、こんだけでした。さあ、いきなりイベントから始まりましたが、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。みつでございます。第12回目天神桜井里穂子編の実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたしますよ。前回はですね、まあこのポルノ野郎をですね操ってですね、桜井里穂子ちゃんを抱きしめてしまいました。どうもポルノ野郎です、やっていきましょう。これは昼と放課後だね。うん。で、会話が1個あるわけだ。会話やっとこうか。さあ、行きましょう。いいね。ここまで来てもまだ、お、運動だって。運動やったことないね。気になるからやってみましょう。体育で好きな種目ってなんだ？強いて言うなら、ソフトボールかな。うん、おお。守備は球が来なければ大丈夫だし、バット振るのは楽しいからあれだろ、きっとリホコちゃんバットをこう縦に振るタイプだろ両手に持ってえいとか言いながらでコツンって当てるタイプのなんかやってそうだけど、まあそれでもね、楽しければいいと思うけど。じゃあ勉強、なんか今までとは雰囲気は違いますね。年末には楽しいこともいろいろあるけど、成績表だけは憂鬱だよな。あー、下がっちゃうかな。へえ、すまないリホコ、落ち込ませるつもりは。あー、でも下がんないね。おっと、これは食べ物以外出てないね。恋愛とかおしゃれがたくさん入ってんのかな。ファミレスで好きなメニューとかって何かあるのか。グラタンとかドリアとかが好きかな。ミラノ風ですな多分ホワイトソースが好きなんだよ。へえ。あ、終わり、終わりかい。お、何もない、ヒントが何もないよ。だいたいこういう時って恋愛だったりするんだよ。ほらねほらね。運命的な出会いってあると思うか。あ、信じそう。リホコちゃんもなんだかんだで信じるんじゃない。あ、それはほらあると思うよ。あると思います。どういうのを運命的っていうのかよくわかんないけど、うん、あなたに出会ってなかったらなんて想像つかないもん。そうだね、この変態に出会ってなければ野立中に抱きしめられることもなかったからな、うん、そっか。でもそれはかなえちゃんもそうだし、うん、梅原くんもそうだよね。そう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 、全ての出会いは運命的なのかもなんて。いいね、このダブルカップルは。もう今のフレーズなんか良くない。いいね。いや、もう使い古されてないか。うん、そうかも。いいんだよ、古くても。でも僕もそう思う。リホコに出会ってなかったらなんて考えられないよOK。 さあ、アタックはできないのでそれ以外か。どうしようかな、世間話でもやってみる。ない。まあ色がついてなかったからね。でも下がらない。うん、まあこんな感じでしょうね。さて、何もありまへん、ありまへん。さあ行こうか。理科準備室の片付けに時間がかかってしまった。早く食事に行こう。うん、行こう。理科の実験器具を片付けてたら結構時間が経っちゃったな。経っちゃったなうん、お腹すいた。早いとこ食堂に行くとしよう。なんだろうね。今日は何食べようかな。お、梅ちゃん。よう大将、これから飯か。おう、飯だぜ。うん、梅原は悪いな、先に済ませちまったよ。マジか、いいって、気にするな。今日は何食べたんだ。うどんだよ、エビ天うどん。いいね、エビ天か。ラーメンにしようと思ってたけどエビ天うどんもいいな。お、どうした梅原。
なあ、訪問のところでキョロキョロしている女の子って確か訪問で？あれ？リホコのお母さんだよ。やっぱりそうだよな。よく、梅ちゃんも知ってるんだね。どうしようか、お腹空いてるけどなんだか困ってるみたいだし、ほっとくわけにもいかないよな。お前行ってこいよ、俺は桜井さんを探してくるからさ。おお、ありがとう。そうか、ありがとう。じゃあな。ありがとう梅ちゃん。梅原頼もしいやつだよな。梅ちゃんこそモテるべきだと思うよ。梅ちゃんを主人公にしてさやってみようよしかしなんでリホコのお母さんが、ひょっとしてなんだ忘れ物か。どうもこんにちは。あーよかったみつちゃん、ちょうどいいところに来てくれたわ。ちょうど下駄箱から見えたもので。あらあら、そうなの。まあがいいわね。もしかしてリホコが忘れ物をしたとか。そうそうなのよ、さすがみつちゃんね。それに比べてリホったらもうごめんなさいね、困ってるでしょ本当にね。毎朝注意もしてるんだけどちっとも忘れ物がなくならないのよ。お母さんそれ前聞きましたよそれでいつもみつちゃんに迷惑かけちゃって本当にね。いやだからそれも聞きましたよ。それも魅力のうちですよ。そうね、そう言ってもらえるのがせめてもの救いだわ。まったく。お母さんそれも聞きましたああそういえば最近なんだかあの子機嫌がいいのよ。あれは恋だと思うんだけど、どう、心当たりある？僕ですって。それってひょっとして。でもね、あの子ったらほんと私にそういうこと全然言わないのよ。少しくらい相談してくれてもいいんじゃない？ねえ。はあ、リホコのお母さん近所でよく井戸端会議してるからしてるのを見かけるもんな。相談なんてしてたらきっと町中の噂に。あーでもみつちゃんが相手だったら別に悩むこともないのかしら。あはは。今日は、ああそうね、忘れ物を届けに来たのにね。いやーねー、ああこれなんだけどね。 お弁当ですか？そうなのよ、早起きしてお弁当なんか作っていったのに忘れちゃうなんてね。めったに作らないのにね。なんだって今日は。あら、ひょっとして、あらあらあら、ん、あ、来た来た来た。 お母さん何してるの？何じゃないわよ、リホちゃんお弁当忘れてったでしょ。はい、これ。あ、ちょっと、お弁当って。よかった。ん？どうしたんだ？なんでもないよ。お母さん、ありがとう。ん？ああ、そうね。それじゃあ、帰りますからね。それじゃあ、またね、みつちゃん。たまにはうちに遊びに来てね。はあ。リホコのことよろしくお願いしますね。あなたに見ていてもらえると助かるから。お母さんもう用事済んだでしょ。あらあら、そうね、お邪魔よね。もういいから。おほほほほって。てんてんてん。しかし弁当作っておいて忘れるとは。なんだ、リホコはいつも学食で食べてるイメージがあるけど。どの、それはこれ、え、これってお弁当？今リホコのお母さんが持ってきたのとは別だよな。なんで2個あるんだ、すげえ食うのか。お、あなたのお弁当。やったぞ。え、僕の？あなたのと自分のを作ったんだけど自分の分を忘れてきちゃって。ああ、なるほどね、すごいな、さえちゃん以来だな。梅原くんにお母さんが来てるって聞いて慌てて飛んできたの。うん、本当は驚かせようと思ったんだけど失敗だ。まあこれはこれで驚いたけどね。いやいや十分驚いたよ。ドラマチックに驚
かったのに。おお。まあまあ、そうしょげるな。だって、せっかく出た、このりほこちゃんボイスのグー。もう一回聞いとく？もう一回聞いとくか。すげえな。お昼にするか。仲良くお弁当か。いいね。おお、ハートの、ん？ハート型のハムにさらに海苔で僕の名前が入ってる。これは恥ずかしい。すごく嬉しいけど、これを見られたかと思うとさすがに恥ずかしいな。まあリホコらしいけど。こうして二人でお弁当を食べた。いいね。お弁当はとても美味しかった。また作ってくれたら嬉しいな。リホコちゃん料理できるんだね。まあでもお菓子作りに目覚めたって言ってたぐらいだからな、できるんだろうね。じゃあ放課後行きましょう。今日も疲れたな。リホコを誘って帰るとしよう。うん、行きましょう。今日も疲れたな。どれ、リホコでも誘って帰るとするか。どれっておっさんか。あれ、いないな。桜井のこと探してるの？あ、来たね、かなえさん。やっほー。あ、かなえさん。残念ながら桜井は水泳の補習だよ。ありゃりゃりゃ。そっか、どうしようかな。かなえさんと帰る？ダメだ、梅ちゃんに怒られる。プールに行ってみたら。さて、それじゃあ私はこれで。梅原くんと帰るから。うん、またね。じゃあね。どうなんだろうね、この二人の恋はどうなってるんでしょうか。梅ちゃんが気づいてんのかね、そもそも。水泳の補習か、ちょっと見に行ってみようか。やめとけよお前、覗きになるぞ。これといって誰もいないな。あれ、やっほー。リホコ、まだ補習やってたのか。なかなか上手に泳げなくてね。仕方ないよ、ダイエットだと思って頑張るしかないさ。じゃあそうしますかね。あ、先生が来たぞ。え、ああ本当だ。じゃあ補習を受けてくるね。いってらっしゃい。え、まさかリホコちゃん一人？ああ、頑張れよ。うん、ありがとう。一緒に帰るつもりだったけど補習じゃ仕方ない、一人で帰ろ。リホコ頑張るんだぞ。あ、なんだこれだけか。なんかあっという間だった。うん、あとは星のイベントもう一個見つけてあげるだけだね。日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。うん、頑張ってね、ニーニー。もうね、あれ、そんなに頑張んなくてもいけそうな気がするけど。失礼だね。よし、一旦セーブ。そういえばあれですね、デートがね、発生しないんで、来週の日曜日なのかな。今週は多分ないのかな。どうなんでしょうね。今さらっと会話来ちゃいましたけど、行きましょう。さて、じゃあ世間話片方やっちゃいましょう。女子って手紙回すの好きだよな。そうね、回ってくる回ってくる。ああ、でさ、読もうとすると怒るんだよな。俺に回すなっつうのな。男子はあんまりやらないよね。うん、だって書くのめんどくせえもん。まあ男子の回す手紙なんて、書いてあることも思いついたギャグだったり、先生の悪口だったり、誰かが寝てるって報告だったり、どうでもいいからな。女子もそんなもんじゃないの。丸めて投げたりしてるもんね、手紙。手紙回しなんかやったことねえけどな。そういえば女子の手紙は折り方が凝ってるよな、可愛いよね。折ってるだけで5分以上かかることもあるんだよ。時間もったいな。そうなのか。それじゃあ寝てるやつが起きちゃうな。やっぱり丸めて投げる方がいいよ。内容次第かもね。さあ次は食べ物。だいぶあれだね、ヒントがなくなってきたね。無性に甘いものを食べたくなるときってあるよな。よくわかる。
特に人が食べてるの見たりするともうダメだよね。おー、今日はパフェ食べに行こうかな。パフェダメだ、おんぶばっかだおんぶばっかになっちまってる。恋愛、お、恋愛2個だね。あとおしゃれか。最近聞いたラジオでね。お、来た。うん、私の恋の相手は先生なんですけど、うん、教え子に手を出せないって言われて困っています。まあそりゃそうだな。でも卒業したらキスしてねって約束させちゃいましたっていうハガキが読まれてたんだけど。はあ、それはすごいな。あなたは先生とかって興味あるの？やめてリホちゃん俺トラウマなんだから先生。そりゃ美人の先生ならね。ちょっとへこんでない？大人の女性の魅力ってやつだな。リホコはどうなんだ？そりゃあ憧れるけど、高橋先生みたいにはなれないよね。いや、高橋先生にぶたれた側からすると嫌だぞ。じゃなくて、男の先生との恋愛。女子がキャーキャー言うような先生はうちにはいないか。いなかったな、高校の時。じいさんばあさんしかいなかったよ、うちの高校。楽しい先生はいるけどね。そんな若々しくてイケメンな先生とか超美人な先生とかいなかったけどな。おい、マジかよ、行動ばっかじゃねえか。マジか。よし、かっこいい顔でバッチリ決めるか。リホコ、あ、なに来るぞ。来た、キリどうしたの聞いてねえキリ聞いてないよ、しつこい3回もやるな。普通にしてる方が素敵だよすごい、今までの子たちとは違う反応だな、面白いな。リホコだから普通にしててね。すごい、今までの女の子みんな素敵ですねとか言ってくれたのに、リホコちゃんはむしろやめろって言ってんだな。うん、わかった、こっちのテンションが下がっちまうよ。じゃあどうしようかな。食べ物とかやってみる。あ、やっぱないんだ。食べ物とかだったらやっぱヒント出るようになってんだろうな。うん、あとはイベントをこなして茶筅のところまで持っていきましょう。でアタックガンガンいきましょう。小腹が減ったぞ。そういえばお菓子があったっけ。食べるとするか。おう、いつの間にそんなお菓子なんか。はあ、ちょっと小腹が減ってきたな。そういえばリホコからもらったお菓子があったな。屋上でこっそり食べるとしよう。よし、誰もいないぞ。ガサガサ出た、ポロツキーだな。ポキ、チョコの甘さとプレッツェルの食感、やっぱりポロツキーは美味しいな。起きた、あ、ポロツキー。うん、リホコ、お菓子の匂いにつられてこんなところにまで現れたか。そんなわけないでしょ。すげえ嗅覚だぞそれは。そうかな。そうだよ。それにしてもあなたが学校でお菓子食べてるなんて珍しいよね。来る途中に買ったの？これは前にリホコからもらったやつだよ。あ、そうだったんだ。ということはもともと私のものだったってことおっと、ジャイアンかだからそう言ってるだろ。お前のものは俺のもの欲しいのか。そんなに意地汚くない。なんだ、あげようと思ったのに。え、本当軽いな、リホコちゃん。あ、上がったぞ、マジかすごい、ポロツキーで上がるなんて思わなかった今。おい、はいって口に加えてるやつ。おい、何やってんだ。まあ、いっか。え、いいのかい。何ゲームやってんだ。え、何手で取ろうとしてんだよ。うおー、急に、なんだそんな、壁ドンする男子みたいになってんぞ。こういう時は口で取るもんだろ。おい、やれよって。口でって、おー、急にどうした、肉食系男子になったぞ。いやか。いや、いやじゃないけど、その、心の準備が。
さすがポルノ野郎だな。そうか、残念だな。どう？お、ああ、降りやがった。さらばだ明智くん。このポロツキーはいただいていくよ。なんだ明智くん？待て、怪盗チューリブロ、ん？チェリーブロッサム。なんでチェリーブロッサム？桜井だから。なんでチェリーブロッサム？そうだよね。うん、桜井の桜を取って。なるほど。ではさらばだ。なんだ、お前らも演劇部に入んのか？なんかね、森島先輩の時にもなんか梅ちゃんと3人でやってましたけど。おのれ、うむ、やっぱりリホコはからかいが、うん、からかいがいのある愉快なやつだな。まったく、またイチャつきよって。次こいつだね。うーん、眠い。午後の授業のためにもどこか昼寝できるところを探そう。うん、行きましょう。まあ会話やってもよかったんだけどね。太陽が黄色い当たり前だ。しまった、思わず口に出してしまった。昨日は面白い深夜番組があったからつい夜更かししちゃったんだよな。おかげで寝不足だよ。ちょっと昼寝でもしてくか。うん、寝た。枕がないと案外寝づらいな。うん、まあリホコちゃんの声だね。うん、なんだ。見えちゃった。何が？え、何が？その寝転がってたからスカートの中が。マジか、お前起きとけやがったのに。いや、うとうとしてたから今の声で気がついたんだよ。くそ、夜更かしなんてしてなきゃよかった。見逃したよ。っていうか、私のなんて見て嬉しいの？嬉しいですって。それはどうだと思う？知らないよ。なんかテンション変だよ。そんなに眠いの？うん、眠いな。すごく眠いよ。だからって枕を持って歩くわけにもいかないよな。そうだね。枕あった方が寝やすいよね。うん、そうだな。なんだ。あのさ、ん？膝枕って。マジか。ぜひ。すごいな、すごい真剣な顔でぜひって言ってそうだな。ぜひお願いしたい。そうなの？それじゃあこっち来て。膝枕ってどうなの？してあげたいものなの？よくわかんねえけどさ。どう？寝心地は？うん、ちょっと枕が高いかな。それは調節できないね。あー、でも柔らかくて案外いいな。そう？うん、気持ちいいよ。うーん、今度私もしてもらおうかな。寝た。お、寝ちゃった。かわいいな。ないのか。だよね、そうじゃなきゃこんな。びっくりしちゃった。すげえな。堂々と。誰も見てないかな。あ、誰もいないのか。なんだ。
休み終わっちゃうよ。昼休みいっぱい寝ちゃったな。よっぽど眠かったんだね。ちっとも目を覚まさなかったもん。そっか、なんかいたずらとかしなかっただろうな。わっ、やらないよいたずらなんて。なんか絶対やったろ。ふーん、怪しいな。またおでこに一等ハワイって書いてあるよきっと。で、またあいたにプワーってやられるぞ。怪しくないよ。まあいいか、それじゃあ教室に戻ろう。うん、うん、どうした？どうした？早くしないと遅れちゃうぞ。足がしびれちゃった。まあな、ずっと頭乗せてたわけだから。はあ、仕方ない、収まるまで待つか。ごめんね。間に合うのか？大丈夫なのかね。よし、じゃあ放課後デート狙っていきましょう。うん、行こう。とりあえずね、茶筅のところまで行きたいと思います。さあ行こう。世間話、味から埋めていく。女子の手紙の中継をしてたんだけど、女子って本当に手紙回すの好きだよな。またその話か。そうだね、好きだね。リホコもなのか。あの手紙ってどんなことが書いてあるんだ。大体どうでもいいことだよ。文房具屋さんで可愛いシャーペンを見つけたとか、どこそこのケーキって美味しいよねとか。へえ、そんな内容なのに男子が見ると怒るんだよな。そう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 、ねえ、何勝手に開けてんのとかね。じゃあ回すなよって思うんだけどね。それはそうだよ。なんでよ。可愛がないこと以外のことだって書いてあったりするんだから。それは後で休み時間中に話せばいいじゃないの。え、それは例えば、彼とどこに行ったとか、一緒に何をしたとか。何をって。わあ、そういうことじゃなくて。え、そういうことって。うわ、あ、いや、その聞き方変態。とにかくあの手紙には女の子のいろいろが詰まってるから見ちゃダメなんですよ。へえ、気をつけます。じゃあ恋愛でいこうか。うん、あったね。あともう一個は多分行動でしょう。リホコは年上と年下どっちが好き？同い年じゃないの？ほんのちょっとだけ年下。はあ、ほんのちょっと？1年後輩とか？そうじゃなくって半年後輩とか。またよくわからないこと。違うのか。もういいよ。リホコちゃんの方があれじゃないの。この変態より誕生日が早いんじゃないの。そういうことじゃなくて、なんかごめん。いいってば。違うのかな、よくわかんないけど。じゃ あここはど、まあどっち選んでもいいけど、じゃあおしゃれでいこうか。リホコはどんな水着が好きなんだ。タンキニって言ってもわからないよね。上がタンクトップで下はショートパンツの可愛いのが好きなんだ。へえ、まあ、確かに水着の種類言われてもな、さっぱりだな。あ、終わり。終わりかい。さあこれをさ選べっていうのも酷だよな。しかも2つあるからね、絶対帰っちゃうって。リホコはいつ頃までお得意に入ってたんだ。これカオルちゃんの時にも言ってたな。え、ほら銭湯とかでさ。そんなこと聞くの。ほんとさ、これを聞いてお前はどうすんのよ。いや、気になんねえよ普通。そうなの。確か小4くらいまで。小4まで結構すごいね。どうしたんだ。なんでもないって。もういいから。まったく、もうほらもう帰っちゃうじゃん。ごめんな。
これがもう一個あると思うかと思うとね、思うかと思うとほらもう俺もわけわかんなくなったまったく。うん、あとはあれだね、アタックをしまくりましょう。ちょっとは女の子と仲良くなった？あともうちょいだよ、もうちょいでねゴールが見えてくるよ。よし、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。ツイッターとブログやっております。ぜひ覗いてみてください。では次回の実況でまたお会いしましょう。バイバイ。